私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。キング、リンチェプリンスヒーローの楊貴妃雄太、神宮寺雄太が最高の難易度で剣闘争に挑戦と争、一歩挑戦。3時間で学べますか？か29日に発売する同グループの新アルバム、メイドインから、恋降る月夜に、君相不処便ラビンや踊ように人生をターを、の3曲を披露。観客と共に盛り上がり、熱いステージとなった、キング、リンチェプリンスル、スペシャルメドレーを届ける。貴妃雄太のいきなり、タロットでは愛されリーダー貴妃がタロット占い界のカリスマキロトー、キロット、先生に扮して登場する。悩める女性芸能人を、別番組の収録、と呼び出し、キロトー先生が突然タロットで占う企画だ。今回悩める芸能人は、27日に最終回を迎える神宮寺主演の同局連ドラ、受付の嬢で共演するトリンドル玲奈が登場。一番の悩みは仕事運ということで、まさかのキロトー先生の占いがズバズバ的中。さらに、運命を左右する謎のカードが出現する。3時間で習得企画ではメンバーが時代劇の必須アクション、盾に、挑戦。平野紫耀、貴妃雄太、神宮寺雄太がそれぞれ特徴の違う刀と槍を手に難易度マックスの時代劇に挑むが、心が折れかけてしまう。剣どころは、身体能力抜群平野の華麗なアクションを交えた剣舞。剣豪神宮寺、槍使いの貴妃も加わり、猛特訓するが、果たして3時間で本格的な盾をマスターすることができるのか。また、スタジオでは、永瀬角と高橋海人、米印公イコールはしご高、が、盾の基本である抜刀の刀を初体験する。一発勝負の抜刀の刀バトルが開幕し、決め台詞では名言が連発する。人気グループキング、リンチェプリンス出演する25日放送の日本テレビ系バラエティキング、キング&プリンスル。毎週土曜の1時30分米印関東、ローカルでは3時間で習得企画第2弾と新企画貴妃雄太のいきなりタロットを放送する。ここにあなたが興味を持っている他の傑出したニュー、キング&プリンスル永瀬、メンバーでも NG プロジェクトとは、清潔に保ちたい人から。さらに、シェアハウスは30分で限界が来るだろうとして、綺麗にしておきたい人やから、俺。部屋を、相部屋とかなったら俺ばっか掃除して、汚してるのもしかしたら誰かやのにってなったりとか、結構リアルに考えると無理かも。30分ぐらいで、メンバー通るのが、やっぱ楽しいから、シェアハウスじゃないのよね。遊ぶが一番やっぱいいかな、と理由を説明。その上で、あと、立ってするから、絶対貴妃さんトイレ、と貴妃雄太の行動を付け加えて、笑いを誘っていた。続けて、リビングを含まず、5部屋ある物件は少ないのではないかと話しつつ、相部屋は、絶対無理、と繰り返した。キンプリ永瀬角、たとえメンバーと出会っても NG な企画とは、6月23日放送の文化放送、レコメン。ナイノキング、リンチェプリンスのゴサーコドアジオッカーテーンレイディーオーゴーデン、キング、キングオプリンスエノのゴサー出演したしたリスナーから、キンプリメンバーがシェアハウスで生活する企画が見たいとメッセージが届くと、きついって、どう考えても、楽しさはそりゃあるやろうけど、現実味を考えるときついな、マジで。と笑い混じりにコメント。またはその他のニュース。貴妃雄太王子と平野レミが男子部屋を掃除するという話に驚かされる。疑問符？やがて歌手活動から一転、久米宏を相手にラジオパーソナリティデビューすることになる平野だが、きっかけとなったのはある考えられないミスだといい。そして、究極の時短であるイラストレーター映画監督の和田誠との出会って10日の超スピード婚の全貌や、ダイナミックすぎる結婚生活を告白。息子の部屋をノコギリでぶった切ったという衝撃のエピソードには、ゲストの上川、岸も驚きを隠せない。さらには、成功の裏に隠された視聴者からのクレーム殺到事件、大ヒット商品、デミパン、誕生秘話、
平野の性分を知り尽くした家族からのメッセージ、などを紐解いて、平野の愛されるパワフルなキャラクターが構築された背景に迫る。嫌なことしていると肩が凝るし頭が痛くなっちゃうと笑う平野が貫き通すやりたいことを徹底的にやってきた激レア人生とは？小なり平野レミ、コメント大なり、収録の感想を教えてください。人はそれぞれ人生いろいろな経験をされてらっしゃると思うんです。私の人生も何が激レアというわけではなく、楽しく過ごして周囲と仲良くしてきただけですから。今日、改めて人生を振り返りましたけど、いいんじゃないの、これで、という感じです。章。料理雑誌のエッセイのオファーが来た際の誰かに何か言われたらやっちゃった方がいいという考えがレミさんの人生の指針になっているように感じられました。そうですね。それと、父親から言われた、やりたいことを徹底的にやれ。その通りに生きてきたつもりですし、エッセイのオファーが来た時に、嫌だ、って突っぱね続けていたら、今の私はありませんから。本当に良かったと今でも思っています。視聴者の皆様にメッセージをお願いいたします。人のことなんか気にしないでね、自分の楽しい人生を送ってほしいな。もちろん、人に意地悪をしない、不愉快な思いをさせないというのは大前提で、どうぞいつも笑って、好きなことをやって過ごしてください。好きなことっていうのは、努力ではないんですよ。好きだからこそ、もっともっと極めようって、前向きな気持ちになるでしょ。それが精神衛生上にも、体にもいいことだと思います。嫌なことしていると、肩が凝るし、頭が痛くなっちゃうからね、章。若林正康、オードリー、弘中綾香アナウンサーがマックを務める、激レアさんを連れてきた。若林 VS、強レア大先輩2時間 SP。テレビ朝日系、毎週月曜23時15分から米印一部地域を除く、が、6月24日金20時から放送される。今回は、加藤シゲアキ、ニュース、DJ、松永、クリーピーナッツ、近藤春菜、ハリセンボン、上川隆也、岸優太、キング&プリンス、ホラン千秋をゲストに迎える。中尾美恵。健直子に続いて登場する強レア大先輩が平野レミ。今回は料理だけかと思いきや人生も時短の人として紹介される。平野といえば料理愛好家として美味しいだけではなく料理時間を短縮した時短料理の提唱で知られているが、なんと彼女の人生自体が時短の連続。そもそも他に類を見ないせっかちな性格で有名な平野。ずっと座り続けることが無理だそうで、この日の収録もさっさとやっちゃいましょう。と、まくし立て早速時短を実践する。そんな平野の普段の様子に密着するが、その姿から超合理的な考えが見て取れる。一例として、息子からプレゼントされた高級財布が使いにくいと、現在、財布として使用しているあるものを取り出すと、スタジオメンバーは驚愕。平野が財布代わりに使っているものとは？さらには、ずっと座っているのが嫌すぎて高校を2年でドロップアウト。この時に父親から言われた、やりたいことを徹底的にやれ、という言葉を実践し夢のシャンソン歌手に。しかし歌う楽曲はゴリゴリの歌謡曲で、わずか2年で歌手活動に別れを告げるきっかけとなった持ち歌、カモネギ音頭とは？丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。